してください。はい、これ動かして大丈夫ですか。あ、ごめんなさい。ごめんなさい。ちょっと、どかしてあげてよ。あ、大丈夫です、大丈夫。はい、はい。で、今真ん中にね、これね、はい、細胞が3つを司ってます。はい、で、もうこの時点でこの間結晶っぽいのがさ、いっぱい出てたんだけど、はいはい、これ細胞がちょっと、何度も言った、これ細胞ですね。はい、これも、なんとなく細胞がいくつか重なって、細胞のはちょっと多いね。これも細胞です。でも結晶は消えてますね。この間と全然違いますね。違いますよね。で、この、こういう丸いのはね、はい、脂肪球。脂肪の玉です。まあ、これは出る子もいますね。確かに全然結晶は出てない。これは細胞成分でも今400倍なんで倍率をちょっと下げて100倍にしますね。そうするとちょっと細胞成分が多いな。これ多分何個も固まってる。でも結晶成分はもうこれでなんか長方形のなんかいっぱい見えてましたもんね、はい。それはない。ただ細胞成分がよく見える。これちょっと400倍にしますと。すごいですよ、これ。それはもう。どういうことなんですか？だから、泌尿器系の、要は尿道とか膀胱とか尿管とか腎臓とか、そういったところからまあ新陳代謝して剥がれ落ちてる細胞。だけど、普通この400倍でね、20視野に1個ぐらいです、正常は。そうするとこんな1視野にこんな20個か30個も重なってるやつ。でちょっとずらせばまた出てくるでしょ。多い。おお、うん。細胞成分が多いかな。はい。異常としてはそれだけですね。であとの結果もちょっと話します。受け止めて。